はい、どうも皆さんこんばんは、オオカミさんでございます。ということで、昨日の続きをやっていきましょう。フリオ3ね。はい、ロードゲームでじゃあやっていきましょう。はい、ということで、前回ここでね、とりあえず終わりましたけど、次にやるのはですね、ちょっともう一回見に行かなきゃいけないんですけど、食堂の方の、食堂だったかな、確か。カレンダーを見に行きます、カレンダー。うん。この辺に敵がいたりするんですけどね、いないかな。いないね。ここですね、このカレンダー。これをね、覚えなきゃいけないんですよ。書いといた方がいいかな。4、12、18。右に4、左に12、で、右に18。これがね、ダイヤルロックの数字なんですよね。ダイヤルロックの数字。で、これを開けに行きます。ダイヤルキーを。ダイヤルロックを開けに行きます、これで。まあ、そろそろまた敵出てくるんじゃないかなと。ゴースト出てきそうな気がしますけどね。出てこなかったね。うん。で、ずっとダイヤルロックはどこにあったかというと、バレエ教室の2階ですね。バレエ教室の2階にございます。鏡のある部屋ね。鏡のある部屋ね。ここですね。で、ここで多分ね、イベント出ます、1回。あ、これね。うん。イベントフラグが立ちます。はい。はい、はい。はい、夢でした。まあ、夢なんですけどね。幻覚というかね。で、ここがダイヤルロックですね。はい。ね、まず、4、12で18ですね。18と。はい、開きました。で、これ開けると、なぜかマッチ。なぜかマッチなんですよね、はい。マッチだけしか手に入らないです。ちなみに。はい、まあ、マッチだけでいいんですけどね。全然ね、うん。で、このマッチを持って降りていきます。よいしょ。マッチ持って降りていきます。で、ここで必要なのが、アセトンですね。アセトンを、どこ行った？アセトン。アセトンどっか行っちゃったよ。これたまにね、見失うんですよね。どこ行った？これか。はい、アセトン取ります。マッチとアセトンでここに行きますね。で、ここに火をつけます。ダン。お、はい、燃やした。で、このままじゃ触れないとかって言うんで、これ見ときましょうか。これね、確認すると、残っていたものを全部燃やした。残骸を調べたいけど、まだ熱くて触れられない。何か長い道具があればいいのにねって。ね、長い道具といえばあれですよ、もう。ね。長い道具といえば、さっきも使いました。針金ですね。針金どこ行ったかな？これか。これですね。はい。で、マッチはちょっとしばらく使わないんで、もう置いときます。で、この針金を持って、中をガサゴソします。ガサゴソ。するとですね、なぜか鍵が出てくるんですね、これね。で、これどこの鍵かというと、これ3階の鍵なんですね、これね。3階の鍵です。はい。で、この3階の鍵を持ってですね、あ、ちょっと待って、行くんですが、行くときに持っていくのが、全部持っていけないんですよね、とりあえず。とりあえず全部持っていけないんで、板持って、板とニッパー持ってきましょうかね。
ヒタとニッパー、本当はもう1個持っていきたいのがあるんですけど、3つしか持てないんでね、この人ね。3個しか持てないんで、残念ながら。残念な人なんでね。はい、で、ここの鍵を開けます。3階へ行く鍵ね。3階へ行く鍵です。で、こっち行くと、ここにもう1個扉があるんですけど、これはまだ開かないですね。ここはまだ開かないです。そしてこれです。ソダマ、何持ってんだろうね。でっかい でっかいなんか持ってますけどね。あれどういう意味があるんでしょうね。ソダマくんで、ここはバルブの取っ手がない。探してみよう。探してみましょう。まあ、そのうち手に入りますからね。で、ここに有刺鉄線があるんですけど、これはもうさっきのニッパーで切っちゃいます。有刺鉄線切っちゃいます。そしてさらに向こう側に行きたいので、この木の板ね、木の板を渡します。で、一旦戻りましょう。で、ここで一旦戻って、おっと、戦ってくるかな、来るかな。これね、飛びかかってくるんで、と油断したところに、ダーン、はい、来ました。C、Q、C、D、さあ、やっぱ死ぬか、死んだか、あ、大丈夫だった。難しいんだよね、これ。C とか、まあ、C、D はまあいいか。はい、ということで、なんとか死ななかったので、降りていきましょう。し、多分全ミスしたら死ぬのかな。どうやったら死ぬのかちょっとわかんないですけど、多分ちょいちょい死ぬんだよね、私ね。死んでもいいようにセーブだけはしときましょう。 だ、多分ゴーストなしのイージーモードというかね、あれでやったら死ぬことはまずないんでしょうけど。よいしょ。はい、これでいきましょう。で、もう一回上がっていきます。で、この MPEG じゃねえ、MP3 プレイヤーを、持ってこっちに行かなきゃいけないですよね。ここに行くと、ここにね、これ、再生できるんですよ、MP3 が。で、ここをね、よく聞かなきゃいけない。February 13th. Today is 7 days after my baby was born. わかりますかね。 February 13th、 7 days after って言った。今もう一回聞きましょうか。 February 13th. Today is 7 days after my baby was born. February 13, 7 days after ですね。って言いましたね。フェブラリーって4月でしたっけ？フェブラリー4月でしたっけ？ 4 月エイプリルか。フェブラリーはいつだ？ 5 月？ 5 月メイか。フェブラリーっていつだ？ フェブラリーっていつでしたっけ？ 2 月か。2月ってフェブラリー？もうわかんない。まあ、とにかく、フェブラリーの13だから13日。で、セブンデイズアフターって言ったんで、7日経ってるんで、7引かなきゃいけないんで、6日ですかね。が誕生日ってことです。ベイビーの誕生日を今これ、喋ってくれてたんですけど。よいしょ。で、ここにね、ここにこういうのがあるんですけど、これもね、並べ替えなきゃいけないんですよね。で、これが端っこかな。で、これが次こう来て、でかい山が来て、こうなって、こうなって、こうかな。こんな感じですかね。で、魚のね、鍵が 魚の鍵があったんで、魚のとこの数字を数えるんですね。
これだからまず左から一番目に魚の巣、魚の絵が描いてあるんで、まず1ですよね。1で2、3、4番目に魚が描いてあるんで、1、4、5、6、7ですね。1、4、5、6、7、これ鍵の番号です。1、4、5、6、7が魚の鍵がどっかにあるんですけど、魚の鍵の番号ですね。でこれ開けるとゴースト出てくるんですけど開けるとゴーストが出てくるんですけどね、よいしょ。もうさっさと退散しましょう。はい、戻ってきました。でとりあえず赤ちゃんの生年月日入れに行きましょうか。待って、セーブしとこう。セーブしときましょう。でどこだったかな、ここだったかな、ここかな、あ違う、これ魚屋か、これ魚屋ですね。もっとこっちだね。精米所があって、ここだったかな、違ったか、あ違うか、2階か、2階ですかね。ここだったか、ここか、あここですね。で フェブラリーって言ったよねヒアリング能力が試されるんですよね、あれね。6でいいのかな、4、5、6、間 OK、はい。でこれがねドライバープラスドライバーですね、十字ドライバーで。十字ドライバー何に使うかっていうと、水槽を魚屋さんの前の水槽ですね、水槽を開けます。で魚の鍵どこにあるんだったかな、魚の鍵のありかがちょっとどこだったか、これね、水槽のパネルを取った。で水槽のパネルを取るとまたパズルが出てくるんですけど、これね左上のバルブから、右下のバルブにつなげばいいっていう感じのパズルですね。こうつないでいけばいいんですけどね、とりあえずね、こうやってね、上に行くしかないね、これね。こうだな、こう来て、こう来て、こうか。はい、OK。そして鍵が出てきます。じゃん、これフィッティングルームの鍵ねフィッティングルームといえばですね、洋服屋さんですよ、ここですね。はい、行きましょう。でここ開けます、カチャで入ります、こんにちは。でまた来るんですけど、DW、 あ、やっぱやべ、死んだか、あ、死んだかで結構ね、とっちらかるんですよね、これね、で、これが何かというと、これ、ヘアピンですね、ヘアピン。で、ヘアピンさえ取っちゃえばこっちのもんだと。いうことで、これはどこを開けるかというと、美容室ですね。美容室のロッカーを、このヘアピンで、ピッキングします。これね、これをピッキングします。で開けるとこれ、トーチが出てくるわけですね。はい、やったねで魚の鍵はどこだったかな、
魚の国食堂でしたかね。食堂だったかな。あ、食堂ですね。これ魚の鍵ね。で、さっき言ってた14567。1、これも 分かりにくいんだよね。098765145679でしょ。9876。987。OK ね。はい。これで開きますと。で、これを開けるとですね。じゃん。こんな感じになってるんですけど。ここになんか落ちてますね。よいしょ。はい、来ました。これブタンガス これとこれをだからこう合わせる感じですね。トーチにブタンガスをつなげた。来ました。これで火が出せるとね。で、これとりあえず OK ですね。あれ、どうだ、こっちか、ここか。はい、ということで帰っていきましょう。戻っていきます。あー、いた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 。左右ボタン連打でだんだん長くなってくるんだけどね、これね だんだんね、あ、やつのなかなか立ち去らなくなるんですよね。で、要はここをこのトーチで焼きたいんですけど、これね、火をつけられるものがないので、マッチを拾いに行きます。 マッチを持ってこなきゃいけないんですよね、これね。で、多分その辺にマッチを置いてあるんで、マッチどれかな？これ違うね。これ違うね。この辺がね、あ、これマッチですね。マッチを拾います。で、どうしようかな。ドライバーとりあえず一旦置いときましょうか。また持ち物持てなくなっちゃうとあれなんで。で、この2つが揃えばですね、ここを溶かすことができるんですね。はい、来ました。炙ります。ガスバーナーで炙ります。そして入っていく。はい、来ました。で、これがね、精米所の鍵なんですよ、これ。精米所歯車なんですよね。どっから、こっからか。はい、そして精米所に行きます。精米所に行くんですけど、スパナがいるんだけど、スパナ置いてきちゃったかな、どっかに。スパナどっかに捨ててきちゃったか。捨ててきちゃったかもしんないね。ないね。どこに置いてきたかな。ちょうど精米所の前とかに置いてあればいいんだけどね。スパナースパナースパナー、あった。 ちょうど近いところにありましたね。はい、で、これを取ってここを開けていきます。あれ、入れない。よいしょ。はい、ここが精米所ですね。精米所、これ見ると関係ないですね。 あ、スパナじゃなかった。スパナじゃなかったわ、これ。ドライバーだったわ。てっきりスパナのイメージだったけどね。ごめんなさいね。ドライバーですね。ドライバーも。おっと、誰が来た。ってくるよ。走りました。これはね、ちょっと。指がつりそうなぐらい、これ連打しちゃう。オッケー。オッケーオッケーオッケー。で、じゃあスパナはとりあえず捨てといて、これですね、ドライバーだね。
これもだからイージーでやったら多分謎解きに専念できるので、まあそれはそっちの方が面白いのかもしれないけどね。あんまりなんだろうね そんなにびっくりするわけでもないし、ハラハラドキドキもあんまりしないんですけど。で、これは歯車をこうね、こう動かして、まあ全部つなげばいいっていうやつなんですけどね。要するにこれラグくてね、いまいちやりにくいんだよね。これはこれで合ってんのかな でかいかな、ここ多分。あ、違う違う、これ引っかかるんだよね、こういろんなとこにね。ここじゃないな。まあいいか、とりあえずそれはそれでいいとして。これ、ここ？違うな。ここでかいのがね、来なきゃいけないんだよね。これか。これがここかな。合ってる、これ で、ここで、ね、ここが駆動できる。で、これかな？あれ？なんでお前そこに戻ってくるんだよ バカか、お前。違う違う。お前はここでいいんだよ。違う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 。ちゃうちゃうちゃう。ちゃうがな。この辺の操作性の悪さがね、クソゲーって言われるところなんだよね。で、こうかな？これでいけんのかな？あ、いけましたね。OK ですね。はい。そして、精米所が開いてですね。なんと出てきたのは、これです。バルブ。バルブですよ。バルブといえばですね。あそこですね。もうクライマックスです、これ。もうクライマックスですよ、これ。バルブといえばですね。3階の給水塔みたいなやつですね。とりあえずあそこに行きましょう。またなんか出てきそうですよね 最後の最後に出てきそうだけどね。はい、これ屋上ですね。で、屋上でこのバルブを使います。で、キコキコひねるとですね、なぜか、ひねるとなぜか水じゃなくて鍵出てくるんですよね、これね。なぜか鍵が出てくる。そしてこの鍵は、ここの鍵なんですよね。はい。で、入ってきます。ダン。で、これ、C、W、W。あ、死ぬか、死ぬか、足だ 早かったね、今ね。だいぶ早かったね。どこでセーブしましたかね。じゃあちょっとセーブしてあるところから、戻りますね。はい、ということで戻ってまいりました。はい、鍵を取るところまでね。じゃあ鍵開けていきましょう。で、ここに入るとゴースが出てきますね。こいつこいつこいつ。CZAZCA 全然ダメやん。まあでも、死にませんでしたね。死ななきゃいいんだ。で、ここで手に入れるのがこれですね。鎖を切る切断機。これがあると、端のところに行けるんですよね。これ、皆さん覚えてますかね？最初の、本当に一番最初の時に出てきた、セーブポイントの前にある橋ですね。橋に行く扉。鎖で塞がれてるんですけども、あそこを開けることができると。一応セーブしときましょうか。最終セーブ 最終セーブしときましょう。ここですね。これを開けることができる。で、これでもうクリアです。ソダミン、분명저건물에있어。そしてソダムを探しに行きます。いました、ソダム。記憶喪失か、ソダム。
そして怪しい少女が登場。チクミキエラ、今がチャンスだわ。ブンブン。鬼だ、イワオニだ、よき。この怪しい雰囲気。ああ、미안해요놀라게할생각은없었는데길을잘못들었는데道を聞いてくるわけですね。そんなバカなって話だけどね。うん、そして怪しく近づく親父。親父が怪しすぎる。親父怪しい。まさかの、まさかの急展開。ユハお姉ちゃん、ユハお姉ちゃん連れ去られる。そして連れてかれる主人公。はい、捕まっております。さあ、果たしてこいつは何者なんでしょうか。主人公の運命やいかにって感じですよね、なんかね。うん、まあ身代金目当ての誘拐犯ですね。誘拐常習犯って感じですね。なんちゅう親子や。そして逃げ出す。ソダも助けに行くぜ。私はあそこでも親父が急ブレーキ。ちゃんと運転してよみたいな。そして驚く誘拐犯。主人公死亡みたいな。どういうことって感じですよね。主人公死んじゃうんですよね、これね。なんてことだ。そしてソダム来た。ソダム、嘘ダム。お姉ちゃん、なぜかお姉ちゃん死んでしまった。そしてお姉ちゃんはどうなったのかというと、あれ、お姉ちゃんいるじゃん。いやー、お姉ちゃんゾンビで復活。お姉ちゃんゴーストとなって復活です。なぜか。どういう街なんでしょうね、ここはね。死んだ人間はゾンビになるんでしょうかね。はい、そしてソダムも衣装を着替えます。はい、実は実はソダムももうすでにゾンビでした。ちょっとよくわかんない。こっから字幕が出ないからね。なんか喋ってるんですけど、何言ってるかわかんないですよね。うん、字幕がこっから出なくなるので、もうエンディングなんですけどね、これが。うん、はい、そして、なんか後味悪い誘拐犯。殺すつもりはなかったんだけどなぁ、みたいな感じですよね。うん、うん、まあ誘拐してちょっとお金をもらうつもりだったのに、まさか殺してしまうとは、みたいな。あれは事故よ、事故だったのよ、みたいなことを多分ね、自分の中で言ってるんでしょうね。私のせいじゃないわ、みたいな感じなんでしょうね。うん、そして二人は一体どうなったんでしょうっていう話なんですけどね。まあ二人がどうなったのかというとですね、これカメラがずっとパーンしていくと、なんと、そこに乗っている取り付いている二人の幽霊は取り付いていた。ね、仲良さそうにね、この姉妹ね、ゾンビ姉妹。ゾンビというか、まあ、ゴーストですね、幽霊なんでしょうね。うん、しっかり取り付いてますね。はい、もうこの二人を呪い殺すぐらいの勢いですね。呪い殺すぐらいの勢いで、もう取り付いております、車に。ソドもすごい顔してる。ハロー、帰ってきたよみたいな感じでね。
これはビビりますよね。こんなところにソダムがいるし、ソダム、ソダムこんなところにいるのみたいな。股間からソダムみたいな。はい、ということでエンドロールですね。うん、まあ突然登場した誘拐犯によって主人公も妹も殺されてしまうというなんだそれっていう感じですよね。はい、ということで終わりましたね。いかがでしたでしょうか。フリオ3もう何でしょうね、この終わり方ね。確かにエンディングはねびっくりしますね。はい、まあ、すごく良かったのかって言われるとね、すごくいいエンディングだっていう噂だったので、まあ、良かったのかというと、まあ良くはないですね。バッドエンドはバッドエンドだと思うんですけども、まあまあ展開のひねりはすごかったですね。なんだこのゲームって感じですけどね、うん、まあそりゃ評価良くないよねっていう。なんかうなずけますね、評価の良くなさっていうのがね、うん、はい、ということで、まあまあこんな感じですね。はい、ということで。よかった。スマホゲームだと思うんですけどね、これ元はね、多分スマホであるゲームじゃないのかな、うん、このグラフィックの感じからいくとね、うん、はい、ということで、まあ機会があればね、フリオ、まあ、ワン、ツーあるんでね、まだ2作ね。機会があったらちょっとやってみたいかなという気もしますけども、まあ多分やらないかな。はい。ということで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。オオカミさんでございました。またね。